前原さん、たたりとか信じてますか？この辺りの人はね、結構信じてるんですよ、お社様のたたりを。お社様？雛見沢連続怪死事件、それは最初はただの偶然だったんだと。今年は誰が死んで誰が消えるんでしょうね。これを読んだあなた、どうか真相を暴いてください。それだけが私の望みです。4年連続で人が亡くなったからたたりだって言うんですか？人は見かけによらないっていうことだね。むしろ見かけとは逆が真実かもしれないよ。失望したよ。みんな本気なのにケイちゃんだけは本気になってくれなかったね。風くらいで遅刻とはケイチさんもざまあないですわね。昨日の夜何か悪いことをしましたか？園崎しおん、お姉の双子の妹ですよ。嫌な事件だったね。腕が一本まだ見つかってないんだろう？沖宮署の大石です。フラちゃんと呼んでいただいても結構ですよ。入江です。みんなは監督って呼びますけどね。昔話でも聞かせてあげようかしら。なあレナ、みんなは俺に嘘や隠し事なんかしてないよな？してるよな、俺に隠し事を。じゃあさ、圭一くん、圭一くんこそレナに嘘や隠し事してないかな？テレビアニメ日暮らしの泣く頃に2020年10月放送開始。